蛇女の掟。縛りだって忍びなんだから。いってらっしゃい。3年ほど前のことだ。どう？蛇女の校舎は。すごいね。学校案内か。北の広場を案内するわ。なに？ぼーっとしてどうしたの？いや別に本当に悪いやつじゃないんよね、マジで。いや、その…ひばりのことお人形にしたいとか言わなくなったから。当たり前じゃない。蛇女の仲間をお人形にしてどうするのよ。仲間、これだけ広い場所なのに使ってないの？ちゃんと使っているわよ。甘い！何をされても声を出すな！ここは地面と同化する訓練をするところなの。おう。始めてからかれこれ30時間くらいになるかしら。30時間。そんなにやるの？そんなにって半分も経ってないわよ。60時間。次は南門よ。それじゃ敵に気づかれる。そこまでしなくても。失敗が許される学生のうちに体で覚えないと。その方が本人のためになるんだから。お礼を言った。ご指導ありがとうございます。さあ最後に天守閣を案内するわね。すげえ学校やな。どうしたの？早く行くわよ。視線を感じた。うん。いやすごい学校やな。彼女たちは黄泉と日陰。あ、黄泉と日陰ね。もやしはある意味芸術だと思いますの。もやしのことばっかりやな、この子。あんたも好きやな。ほんまよ。え、もちろんですか。黄泉と日陰はカップリングなんかな。二人はひばりを召して雑談を楽しむ。まずあの食感、表面はツヤツヤと輝き、噛むとシャキッとキュートな音。それに不思議、咀嚼しているだけでとてもお腹が満足してきますの。もやし女よ。それ錯覚や。満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいの気分になってるだけや。まあそういう言い方もできますわね。ほらひばり、外を見てごらん。すごい。下の方も見てごらん。大勢の忍び学生が修行していた。雇い主。
うわみんな、転校してきたひばりよ。よろしくお願いします。未来よ、よろしく。未来は食らない、食らない、うちら。私を無視したら殺すからね。無視なんかしません。無視をしないのなら普通に付き合ってあげるわ。本当に悪いやつじゃないんよね。雇い主がどんなやつかな。中流階級ってとこ？毒にも薬にもならないですわね。どういう話や。ええやん、そんなこと。よくないですわ。ひばりです。よろしくお願いします。あの笑顔が怖いね。よろしゅう。もやし、おいしいですよね。もやし、好きですね。どんだけもやし好きなの。なんでそんなもやしに執着があるの。はい。でしたら、最近のもやしの高騰についてはどういう意見をお持ちで。なに、私はすごいリアルだな。助かった、もやしの話に付き合ってくれるやつが来てくれて。そう、この蛇女のストーリーもあんのよ。あ、さっきの部屋にお財布を忘れてきちゃった。ひばり、取ってきてくれる？そういうのは後輩の仕事でしょ。これで一人になる。うん、これも多分測ってるよ。またこれ。取るならさっさと取れば。はるかか。これはバトルになりそうだね。ほら、迷ってないで超秘伝忍法師を取ったら。ひばりを試したの。まあね、超秘伝忍法師に手を出したら私のお人形にするだけ。手を出さなければ。手を出さなければ本当に仲間になれるかもね。お願い、見逃して。ひばりは戦いたくないの。どうして。だってひばり見ちゃったから。蛇女も半蔵もそこにいる生徒たちは何にも違いはないって。一生懸命に忍びになろうとしている高校生なんだって。私が聞いているのは超秘伝忍法書を取り返すのかってことなんだけど。はるかさん、分かって。ここはね、蛇女よ。分かってほしければ蛇女のルールに従いなさい。蛇女のルール。そう、勝者は絶対である。勝者は絶対である。だから分かってほしければ私を倒せばいい。おー、さあひばり、行くわよ。3回目やで、この人と戦うの。どんだけ因縁があんねん。はい。あ、しまった。まあ、いった、久しぶりにこれでやってみるか。はるか、舞順次ちゃん。操作ミスったら。いざ尋常に舞い切れ。久しぶりに見て。かわいい。
あ、切られた。硬いな。じゃあ俺ヘリ上でストーリー進めるんだったら半蔵特典と戦うことのやつやるね。絶対そうだね。あいだ。ご褒美よ。おー、痛い。モロに食らっちゃった。いい感じだったね。デスキスタイミング、おお、痛い。モロに食らっちゃった。悪いこと。あら、これ強いっすね。ピヨピヨ。ちょっと下りましたね、かなり。まあ、久しぶりにこの衣装でやりましたね。揺れるな。勝ったぞ。まだまだ終わっていないんだ。よくわかったわね。今のは私の区別。どうして自分で戦わないの？そう、戦え。やろう。ハルカさんが自分で戦えばヒバリより強いはずなのに。さあ、どうしてかしら。そうね、あえて言うなら、うん、友達が欲しかったから。友達が欲しかった。人形じゃなくて友達が欲しかったから。うん、もちろん穂村たちは仲間よ。でもそれは忍びを目指す仲間で同志って感じなの。うん、私はひばりみたいなこと
普通の友達みたいに付き合いたかったのよ。はるかさん。なんてね。って言ったら信じる？冗談よ、冗談。いや、これは本当のことなんじゃない？なんか調べちゃったな。今回のことは見なかったことにしてあげる。早く修行に行ってらっしゃい。絶対本当のことでしょ。え？私に勝てない以上、超秘伝忍法書を取り返すのは無理。ここはおとなしく引いておきなさい。はるかさん。頑張ったかな？え、良いだった。まあ、結構食らったからな。そう、これ、陽属性も上げないとね。ああ。それじゃあ次も行きましょうか。ホムラですね。遅いぞ、心理。すいません。ごめんなさい。ハルカはどうした？ヒバリより先に外に出ましたけど。そうか、うん、では先に修行を始めよう。まず他人数相手の実戦を行う、うん、不利な状況の切り抜け方を体に覚え込ませるんだ。ヒバリ、お前からやってみろ。ちょっと通常のやつでもやろうかな。これもね、なんだよ、レベルを上げないといけないんですよね。レベルっつうかなんだっけ、この能力、左の力が気になるの。これ陽属性の熟練度もね、上げないといけない。じゃあ続き続き。変身しとこう。なんか本当に結構ヒバリ使えますね。あー、マジで。あれ、こんな紋章だったっけ。紋章変わんのか。あれ、次進めってやつか。あ、極秘資料はない。極秘資料はない。あ、すごいな。あとお前だけやな。すごいすごいすごい、転がる転がる。はい、じゃあだ
すごいな。これ厄介すぎるね。なんだっけ、煙何の術だっけ。痛えよ。忍び玉ね、浮かせたらダメなんかな。厄介だね。本当に一番怖い技ですね。難易度によって使う技とか使う技とかあんのかね。ひばり、思ったよりやるな。やるでしょう。どうも。それにしてもはるかは遅いな。何をしているんだ。心配なの。当たり前だ、仲間なんだから。いやー、仲間いいっすね。ちょっと修行は中断だ。私は遥の様子を見てくる。わかった。ヘビジョも仲間をすごく大事にしている。本当にヒバリたちと同じなんだ。成長飛躍入手量2倍、任務中のみ。なるほど。ひらめいた。てか裸けないバージョンもやらないといけないですね、うん、はい。じゃあちょっとね、一旦ここで切りたいと思います。皆様よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。